絵に描いても数行にしかなら。ここがココミと約束した場所だな。旅人、ここのこと覚えてるか？この前渡墨島に来た時、ここを通ったことがあるだろ。あの時お前はメカジキ2番隊の隊長になってたよな。渡墨島もきっと大きく変わってると思うぞ。敵がこちらより多ければ突破を求むべし。海辺の敵、五郎様。ああ、三五宮様の残した虎の巻をもとに推測すると、二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、いや、しかし三五宮様は兵力が不足している状況では。では救援を呼びましょうか。それでは間に合わない。三五宮様の虎の巻には。ではあいつらをこのまま逃すというのですか？実は三五宮様の虎の巻には。五郎、ここで何やってんだ？隊長、渡墨島に戻っていたんですか？助かった。近頃ファデュイだが。わかった、ファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれない。よし、油断するなよ。どうやら抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだな。ちょっと律令呪言霊気化し。これで。やべえぞ、山ども、船が燃やされてる。なんだ、卑怯な野郎ども。行くぞ、大量は立たされた。目に物を見せてやれ。まずはこれ。念の表せん。さあ、さあ、お前がいなかったらあいつらを逃すところだった。その手にあるのがココミの虎の巻なのか。どれどれ。うわ、こんなに分厚いのか。実はこれはまだ一部でしかない。あと5冊もある。そんなに。三五宮様はあらゆる状況に応じた戦略を考えている。この虎の巻のおかげで。こんなにたくさんの策、ど。隊長、今回せっかく渡墨島に戻ってきたんですし、もう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか？今は平和な時期ですので。約半分の兵士は。ただ先日抵抗軍のみんな。三五宮様ならあそこで何かあったらしい。俺たちもそろそろ離れよう。近頃兵士たちに落ち着きがない。なぜかは知らないが、昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのに、なんであんなこそこそと。そうだな、オイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ。出発し。
あなたはメカジキ2番隊の隊長。あなたのことは知っていますよ。あなたのおかげで今の渡積島の平和があるんです。自分はメカジキ2番隊の隊員。両軍が対峙する中、何か自分に手伝えることは。何でもお手伝いします。皆さんの落ち着きがない。多分そんな状況下で戦…それ以外だと…それに今はすごく親切な人だったな。はっ、はあ、ん、どこかで見たような。誰だったか思い出せない。みんなに落ち着きがない。普段から他人と会話をするのが好きじゃないからかもな。せっかくの平和なんだ、ちゃんと味わっておかないと。悪いな。うわぁ、和平交渉に同意するなんて。ああ、天領本当か。もちろん本当のこと。やっぱりそうだったのか。し、静かに、誰か来る。何を話してたんだ隊長。あ、戻っていたんですね。さっきのこと隊長。やめておけ。こ、隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろ。その隊長の帰還歓迎します。三五宮様は村に。おい、早く言え。天領奉行の商人であるお前が渡積島で商売してるなんて。誤解。連れてけ。お待ちを。ここみ、ここにいたのか。何か揉め事みたいだぞ。三五宮様、この商人が怪しい行動をとっていたゆえ、私どもの調べによれば。違います。そこまで。皆さん冷静に、私と一緒に深呼吸しましょう。少しは落ち着きましたか。松田、内村、渡住島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよ。ですがその前に、こちらの商人さんが過ちを犯したかどうかに関わらず、少なくとも弁解する機会を与えるべきではないですか。過ちを犯せば罰を受けるのは当然。しかしそうでなければ冤罪を着せるわけにはいきません。渡積島で行われる物事は主観的な判断ではなく、全て事実に基づくものでなくては。商人さん、私の部下が。はい、もちろん。渡積島で商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていました。もう少し在庫を確保して商品の値段が上がった頃に売ろうかと。あ、しかしそんな時仕入れ。ふん、それが本当かどうかなんてわからないだろう。だとしてもファデュイに奪われたという証明にはならない。それに天領奉行とファデュイは決定。え、天領奉行。この前でもここに来るまで。確かにそのような報告を聞きました。もう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります。私と九条沙羅がそれぞれ自衛を引き連れ、これからのことについてしっかりと計画を立てる予定です。しかしそのような大事な時期にとある噂を耳にしました。もしそれが本当なら交渉は罠である可能性が。商人さん、あなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか。本当です。嘘はついていません。わかりました。容易ならぬ事態です。もし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合。異論がありません。松田、内村、あなたたちは。三五宮様の仰せのままに。よろしい。旅人、いえメカジキ小隊2番隊隊長、私と共に
このことについて調査していただけますか？そうかしこまらず、これから何があろうと、ひとまず今は平和な時期なんですから。それにあなたもずっと渡墨島にとどまるわけにはいかないでしょ。お互いに肩書きの違いはあれど、少なくとも友達のように振る舞いませんか？パデュイから品物を探し出せたら、あのしそれに、パデュイと天領奉行が結託してるっていう噂も、ちゃんと調査しないとだな。商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね。置いてあるものを見たところ、うわ、力ずくで突破するのは難しいかと。敵は名所、こちらは暗所。私の考えでは、一つ金属金王高所から飛び降り敵の大将を仕留めることができれば、増兵を打たずとも勝利を得られるでしょう。二つ、虎の意を狩る。あちらをご覧ください。火薬樽が積まれています。彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば、大打撃を与えることができます。不意をつかれた相手は確実に動揺し、戦力も大幅に低下するでしょう。そして最後、血のりを生かすこと。ここは海の近く、水域に覆われています。周囲の水蒸気を集め、あなたの雷で麻痺させることができます。さすがココミ、こんなに早く策を思いつくなんて。で、結局どの策で行くんだ？この3つの策にある大きな違いは、情報から飛び降り拠点を奇襲する。爆発で相手の人員を瞬時に減らせば、そして血のりを生かすには着実に戦いを繰り広げる必要があるため、はい、彼らを拠点から引きずり出せば。ですが、私たちはこれまで共に戦う機会がそれほど多くはありませんでした。あなたについていけるかどうか。でもご安心ください、ファデュイの拠点を片付け、全てを明らかにしましょう。直走、うん、未熟者め、念の表情。呪言ちょっと呪言け、彼らの動きが鈍くなってきました。どうやらうまくいきましたね。まだ終わりじゃない。律令呪言チョック、いわ、いでよ。風の神よ、我らを導きたまえ。いざ勝負。動け、これでも食らえ。具現せよ呪言、律令呪言。死ぬぜよ。よっ、念の表像。チョック、律令。いざ勝負。静かに。お見事です。
ココミが考えてくれた戦術のおかげだ。どんな戦術であろうと、これまで勝利を収めてきた戦いにおいて、そうだな、オイラもすっごく貢献したもんな。おい、ですが、まさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜み、これほど長くここで陣取っていたとは。彼らの目的は何なのでしょう。この拠点を詳しく調査しましょう。おお、あたりを見てみようぜ。これはファデュイが貯めてた食料？もう腐ってるみたいだぞ。うわ、これって全部爆弾を作る材料だぞ。これ探してた品物じゃないか？中にいろんなものがあるぞ。ココミー、ココミー、商人の品物を見つけ出したぞ。はい。いえ、少し気が散っていただけです。見せてください。はい、確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね。食料、薬剤、農業用具、すべて戦後に必須となる。しかし天領奉行ではこれらのものが不足していないはず。大方儲けを出そうとした一介の商人でしょう。このまま品物を返すのか？安心してください。最新の戦後臨時法令の中で、彼がもう少し早く法令を見ていれば。おお、大げさです。しかもちょ、いえ、早くこの品物を持ち帰りましょう。祝賀会はもうすぐ始まります。おお、オイラたちも平和な渡つみ島で祝賀会をしたいからな。私の品物、ありがとうございます。サンゴの宮様、大どうですか？冤罪だと言ったでしょ。どうだかと。ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですので。しかし。しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り、彼の汚名を晴らすべきです。申し訳ございません。軽率でした。ふんふん、商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざこれらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。ちょっとお待ちを。三五の宮様、私の味方だったんじゃ。もちろん違いますよ。私は渡つみ島の荒人神の巫女、神将筆伐の理念に従うのみ。功績ある者は勝し、罪ある者は罰する。汚名を晴らした後は。そら、連れてくぞ。罰金を払いな。三五の宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、いや、天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし
他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。ええ、大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。あなたたちには。いえ、とんでもありません。しかし三五の宮様、和平交渉について。わかりました。私はこれら神社関連のものを持って三五の宮に戻ります。よければ一緒に行きませんか。渡つみ、この村、私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く。今度機会がありましたら、あなたを渡墨島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初、渡墨島の神社は三五の宮ではなく、その場所とは渡墨島の七天神像の近くです。ですがあの人たちが振り落とされ、その頃より渡墨島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において、私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。三五の宮様、本日はどのような要件でここへ。なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。はい、ご安心を。三五の宮様、どうか今彼らと和解。おいおい、いいか。それはも安心してください。よかったです。あら、三五の宮様、こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が三五の宮に入ればこの先も安心です。機会があれば。ほら、三五彼女が三五の宮に入った時は気にかけておきますね。三五の宮様、やっと会えました。今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが。三五の宮様、こちらはメカジキ二番隊の隊長ですよね。三五の宮様。皆さん落ち着いてください。ですが時間のかかる問題は報告書にまとめて三五の宮まで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。あ、大丈夫ですか。そうですよね、私も少し頭痛が。三五の宮様、ここにいらしたのですね。報告したいことが。祭礼用の道具がなかなか届かず何も。それならもうすでに。そうだったんですか。それとここまた予定ですと。予定。はい、遠くか。わかりました。今日はあなたに渡墨島を紹介しようと思ったのですが、明日三五の宮の門の前で会いましょう。祝賀会、おいしいもんがいっぱいあるかな。もちろんありますよ。やったー。はい。
少なくとも戦争は。あれ、ここみはまだ来てないのか。おかしいな。聞いてみよう。サンゴノミヤ様に会いたい？ここにはいないよ。そんな。いや、諦めるのはまだ早い。確か第98条、私の不在時遠方より訪れし客を南へ導き、紫の葉が茂る木のそれに注意書きも。お二人はと…ここみはほ…しまっただけです。エネルギー？いえ、ただの比喩にすぎません。お恥ずかしながら、あのような万能な姿をずっと維持することはできないのです。え、気づいていたのですか？実は私は人の上に立つのがあまり得意ではないのです。他人と会話し、気を配り、顔色を伺い、利益を分配する、他の人を満足させるだけでなく、しかし血筋のせいで荒人神の巫女の地位は結局私の元にやってきました。ですので仕事には影響しませんので、今夜はまだ演説が一つ残っています。何かオイラたちに手伝えることはあるか？このまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきます。確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありました。オイラたちがそれをここみに読ませれば。本当ですか？ありがとうございますやはりあなたたちが渡津美島に戻ってきてくれて。休みの時もこうして時間をあげて公文書を処理してるのか。早く閉学の本を探して。これを見ろ。ここみの探してた閉学の本かな。メカジキ2番隊隊長が戻ってきた。ああ、それは返して。これも違うみたいだな。もう少し探そう。
今すぐこの兵学の本を持って行って。ココミ、探してたのはこの本か？よく覚えていません。少し読んでいただけますか？はい、それです。お願いします。ココミ、ココミ、どうしよう、ココミが寝ちゃったぞ。今夜は祝賀会があるし、それにもうじき和平交渉も。本当に災いを払い、戦争は終わりました。あなた、あ、私眠ってしまったのですか？すっごく長い間寝てたぞ。そんなに長く？これほど安らかに眠ったのは久しぶりです。ありがとうございます。私たちも早く栄華の場に行きましょう。ココミがいつもの状態に戻った。どうやら祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。しかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりません。ご安心を。全く問題ありません。よかった。皆さんお疲れ様です。ついに我々と幕府軍の戦争は終わり、メガリレーの廃止も見届けることができました。稲妻の未来がどうなるのか、皆さんのご尽力があったからこそ、この祝賀会はここにいる全ての方に用意したものです。苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう。宴も順調で何の問題も起きなくて本当に良かった。人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです。天領奉行とファデュイの結託について明日の交渉で。わかった。三五宮様のおかげで最近俺たちにとって一番の戦争をしてた時、収穫がほとんど毎晩は聞いたよ。いやいや。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。天領奉行とファデュインでも兵士たちがそわそわ。ここ最近、はあ、せっかく私が知ってる。やっと手がかり。ルア、うん、この人すごくおしゃべ。ん？また積島に戻ってきてたのか。オイラたちが逃げるもんか。と、帝国軍にとって一番大事なこと。そうだ、お前にまだ帝国軍の兵士たる資格があるかどうか、俺に勝ったらお前たちの質問に答えてやるよ。どうする、やるのか。そういうことは。
震えよ。強い。さすが三五宮様が選んだお方。お前にはまだ戦う意志が残っているようだ。もしかしたらメカジキ二番隊の隊長、俺たちの仲間になってくれないか。天領奉行とファデュイの結託は、そんなどうしてそんなことするんだ。そう、和平交渉。天領奉行が考えを変えないと。誰、我々帝国軍に最も必要なのは天領奉行と雷電将軍は。お前もそう。それも一理あるけど。あ、そうだぞ。そんなこと言って結局全部憶測じゃないか。そういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げて、たくさんの人が待ち望んだ平和を壊そうとしてるっていうのか。何も知らんくせに俺に説教するな。戦いに勝つため俺たちに武器を下ろさせ、あいつらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ。お前と俺たちは同志ではなかったようだ。このことを三五宮様に言いたいのなら好きにしろ。間に合わなくい、どうしよう。結託はそいつらがでっち上げたことで、和平交渉をめちゃくちゃにして戦争を続けるのが目的らしい。それにオイラたちが何をやってももう間に合わないって。そうだったのですね。大丈夫です。ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。私がもっと早く彼らの気持ちに気づけていたら、こんなことにはなりませんでした。コーゼンが言っていた間に合わない、何を指しているのかおおよその予想はつきます。和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し、周囲の安全を確認している状況です。コーゼンのような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。オイラたちが今からそこに行って自衛を交代させるか。いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に、私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ向かえば余計な警戒をさせてしまうでしょう。それに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し、て何よりなんだか複雑だな。ご心配なく。兵士たちの考えは間違っているとはいえ、明日またここで会いましょう。わらわにとって普遍も一種の美。はあ、じゃが癖とは。続くものではない。はあ、とうとう和平交渉の日ですね。準備は整いましたか。こちらへ
これをあなたに。昨晩書き下ろした虎の巻です。これら状況の対策をすべて書きましたので。うわ、分厚い。どれどれ。激しい言い争い、多すぎる。それは良かったです。しかし渡積島の兵士たちが不満、渡積島の荒人神の御子としてこの席を担わなければなりません。私に力を貸していただけないでしょうか。それは良かったです。命を捨てに来た。直競争よ。そうはさせない。有限なる雷霆。何か面白いものはあったか？お久しぶりです、九条サラさん。前に会ったのは戦場でしたね。ああ、あの時はお前のおかげで苦汁を飲まされた。ところで、なんでお前もいるんだ？はい、彼女は今回の交渉の証人となります。彼女は私たちの戦いを最初から最後まで経験し、現在の平和に多大な貢献をもたらしました。それもそうだな。では早速本題に入ろう。まずは海域の管轄権の問題だ。戦時中、私たちは鳴上島における、ここよりその制限を正式に解除しよう。いいでしょう。ですが、鳴上島付近で漁をする方に対し、彼らにもし治安問題による損失があった場合。それは約束しよう。協約の中にも載せる。天領奉行がいる限り彼らに危険はない。なんかうまくいってるみたいだな。
それから人員の往来と常備軍の所属問題についてだ。以前までは我々が渡積島に行こうが、その結果お互いの交流がますます減り、島々の間で商売をする商人もほとんどいなくなってしまった。戦争が終わった今、双方の貿易取引を担当する商人をシャブ業から何人か選ぶことを提案する。貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません。だが私の知る限り、渡積島は現在物資の不足についてはこちらが対処します。ご心配なく。ましてやこういうことは上里家と相談するべきこと。天領奉行はここまでの権能は持ち合わせていないはずですよね。だったらひとまず治安について話そう。単刀直入に話すが、渡積島の治安部隊を天領奉行の管轄下に戻したいと思っている。当分の間それは不可能なことです。不可能なことなどあるまい。天領奉行が稲妻の治安を管理している以上、渡積島をこのまま例外にするわけには。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し俺たち渡積島の全てを奪おうとしてるんだろう。野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。の一条です。しかしあなたたちが手を出す必要はありません。忠勝、状況が変わりました。あなたたちは横で待機してください。ご安心を。あなたたちの思いは理解しています。後のことは私に任せてください。九条さん、このことについて我々渡積島に説明をしていただけませんか。ああ、少し待ってくれ。全員私の調査が終わるまで手を出すな。お前たち二人、こっちに来い。いえ、お前たちは本当にファデュイと結託しているのか。それは…その…結託とまでは…何人かのファデュイたちが、それでその…ですが、私たちは同意したわけではありません。九条様、私たちは彼らと結託なんてしていません。もういい。戻って罰を待つんだな。何がどうあれ、そいつらはファデュイだ。奴らが私たちにしたこと、協力どころか、最初から関わり合いを持つべきではない相手だ。奴らの目的は何だ。ファデュイの主力はすでに稲妻から撤退しました。あの女の部下か。復讐を果たし稲妻をまた混乱に導こうとしているのか。いつか必ず私が奴らを全員捕らえる。この件に関しては確かに我々の問題だ。すまない、私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった。もちろん九条さんがこのことをうまく処理できると信じていますよ。ですが自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡積島の治安を預けるのはいささか不安が残ります。返す言葉もない。この議題はひとまず置いておこう。天領奉行の管理改善を済ませてから、商人に関することは私も社奉行と相談し。なんだか
九条サラの勢いが一気に弱まったな。これで交渉がうまくいくはずだ。まさか渡辺島の軍師が戦いだけでなく交渉にも秀でていたとは。次会う時はまたこうして座りながら話し合いをしたいものだ。今日はここまでにしよう。私も戻って天領奉行の内部問題について徹底。ファデュイの拠点はすでに私たちが潰しました。相手に感づかれないようまずは彼らに従い、現れたところを一網打尽にすることをお勧めします。考えておく。では私はこれで、次また会おう。三五宮様、渡辺島に戻ってからにしましょう。三五宮様、あなたたちがことを起こした原因、天領奉行が信じられないため、結果から見ると。しかし三五宮様、このまま戦争を続けることを望みます。あなたたちの考えも理解はできます。戦時中ですが、渡辺島の人々が兵。しかし私。分かっています。私の考え。三五宮様のせいで。何にせよ。はい、では処置を言い渡します。今日より秘密軍隊を設立することに決めました。渡辺島の安全を守り、一切の危険を島から遠ざけてください。そしてあなたたちと同じ考えを持つ者の加入を許します。三五宮様、今回の交渉から見て、渡辺島が平和を望んでいるとはいえ、一人一人が戦いの場で。ありがとうございます。では五郎のところで訓練を申し込んでください。もし次またこのようなことがあれば。かしこまりました。今後は精一杯訓練に励みます。こんな機会を与えてくださり。はあ、やっとこれで適切な解決ができました。なんだかまたエネルギーが減り始めたような気が。ご苦労様でした。あなたのおかげで、はい、ゆっくりと回復しています。やはり人の多い場面は苦手です。交渉などは今度から五郎に任せるとしましょう。そうでしょうか。でも荒人神の御子としては、以前は勝つことだけを考え、しかし今になってそれだけでは足りないことに気づいたのです。私の歩むべき道はまだま、今の私はまだまだ未熟者ですので、もう少しだけ渡辺島に残り、私と一緒にいてくれませんか。
よっ。これだけとは。